清洲幸康は日本の鳥類学者。東京帝国大学卒業。学位は理学博士。戦前は家族で、爵位は伯爵。以下は正五位。宇都宮大学教授。伊達政宗の男系子孫である。旧姓、真田。清祖巳香は旧皇族から親戚降下した家族。一代目当主が伏見宮法家新郎の。 第十五王子の清志隅家郷で二代目当主が雪康である。雪康は鳥類の渡り、繁殖、植生、日本アルプス、中国、朝鮮などの鳥の生態を研究、特に野鳥の写真を撮影し、貴重な資料とした、日本における野鳥撮影の第一人者である。十四年をかけたて完成させた生成図鑑と呼ばれる造法改訂版。 日本鳥類大図鑑全3巻、図王保番1巻は、戦後最高の鳥類図鑑で名著と名高く、黒田蝶霊による鳥類原色大図説、山品吉丸による日本の鳥類と、その生態と並び、日本鳥類三大図鑑と呼ばれ、多くの鳥類学者に影響を与えた。那須塩原市により、塩原温泉ビジターセンターに、清須幸康博士を紹介する。 生成コーナーが設けられている。1901年2月28日、真田白尺家、旧松城藩主、真田美ゆき民の三男として、東京府東京市麻布区材木町に生まれる。学習院初等科の頃から、昆虫採集や鳥の標本作成に興じる。学習院では、成績優秀かつ、養子短霊で知られた。学習院高等科を卒業。 東京帝国大学理学部動物学科に入学。在学中、伏見の宮家出身の貴族院議員、宮中古問館の清志隅香教伯爵の養子となり、1923年に、養父の死に伴って22歳で家督を相続、同年8月10日に伯爵を就職した。東京帝国大学卒業。卒業後、1927年まで、徳川義地公爵が設立した。 徳川生物学研究所の研究員となる。4月17日付、朝日新聞で、徳川らと共に紹介されている1925年、伏見宮広安王の第二王女、厚子女王と結婚。厚子との間に、次男事情を設ける。1932年、農林省畜産局長獣町左室に奉職。合わせて、京都帝国大学大学院で、 川村民事に指示し、鳥の生理学的研究を行う。1936年、最初の妻、厚子と死別。去年30。1942年、文部省資源科学研究所にて、極東地域の鳥の生態を研究。1947年に、清須光と結婚。密との間に、地球惑星科学者、地球宇宙科学者として、 富山大学教授などを歴任した清洲康弘や、鳥類学者の清洲康幸など三男数名を設ける。1954年、宇都宮大学講師、後女教授を経て、教授。1964年に教授を退官。感。1956年5月4日、博士論文、日本鳥類の生態に関する研究により、理学博士を取得。 1975年11月2日、老衰のため、東京都目黒区の自宅で死去。74歳没。母子は妻三つ。代表的な著作に名作と名高い、日本鳥類大図鑑全三館や、原色日本野鳥生態図鑑12がある。他にも、野鳥の辞典、日本北アルプスの鳥、花、鳥、虫、写真随筆など多数。 三ツの愛の子である安雪も鳥類学者であり、1974年には、教著として渡り鳥を出版している。1937年、上高地で、本州遺難で、初めての小鴨の繁殖を確認する。清須幸康は、養子探偵で、学業優秀で学習院初等科から知られていた。没後日本テレビの番組では、死別した前妻の厚子は、 微謀の皇族令状として知られ、また、五歳の蜜も大変な微謀で評判であったというエピソードが紹介された。清須図鑑は日本の鳥類の生態について初めて詳しく示した図鑑であったため、反響を呼んだ。後に、鳥類学者で東京大学名誉教授になる樋口博義は、高校生の時に清須図を図書館で読み、衝撃を受け、よし、 絶対、鳥類学者になるぞ、と思った。大学は迷わず、宇都宮大学へ、と決意したと語っている。ありがとうございます。